ケンミンチャンネル。はい、どうも、ケンミンです。今回はですね、ケロンアルファが無事ね、ガチャで引けましたので、こちらのね、検証をちょっとやっていきたいと思います。この子の検証内容というのが、トライクショットですね。この子から実装された、触れた仲間の減速率を一定期間緩和する。これ、どれだけ緩和するかっていうのを、すごく気になりません？私ね、めっちゃ気になったんです。なので、今回は代表選手3体、こちらの減速率がどれだけ緩和されるかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。その3体っていうのが、まずこちら、オチセ。はい。この子がスピードがちょうど300ぐらいなので、ちょっとね、モンストの、まあ大体真ん中ぐらいのスピード感かな。なので、この子がちょっとわかりやすいかなと思って、選んでみました。で、反射でやってます。で、続いてがこちら。スピードが500まで上がるとどうなんですかと。どれぐらい緩和されるのかなっていうのをこちらで風神雷神を使ってやっていきます。続いて最後がこちら。はい。貫通キャラ。貫通キャラでもどれぐらい緩和されるのっていうのをちょっとやっていこうと思います。貫通キャラに関しては代表選手はスピードかなり高いギムレットくん。この子は同族加速もついてるんで、かなり速いです。なので、こちらを使って、ちょっとね、今から検証していきたいと思います。それでは、ちょっとやってみます。エントリーナンバー1番。代表選手、スピード300を誇ります。オチセくんの登場。代表選手外は、すべて縦貫し、長期位置、4P の位置をずらさないように。で、今回使用するクエストは、セルケトでございます。こちらの、4P の上にいるサソリを何回カンカンできるか、何ヒットできるかによって、ちょっとね、どれぐらいスピードが緩和されてるかっていうのを見ていきます。まずは通常バージョンです。この後動く落ちてくんのヒット数に注目。さあ、しっかり立ち感を決めて、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回。8回目届く？ 8 回目届きましたね。通常バージョンは8ヒットとなっております。ケロンのエッセンスを打って、スピード、減速率を緩和させていきましょう。使い方は簡単。減速、緩和させたいキャラを、こちら、触れます。触れるとですね、もう、泡がこう、ポコポコ、といったようなエフェクトが出ます。この状態で、しっかりこう、殴っていきます。一つ見て、1、2、3、4、5、6、7、8、9。先ほどより、1ヒットアップ。もちろんね、ちょっと初期位置、ちょっと今より低かったんですけど、まあ、1ヒット、稼ぐことができました。エントリーナンバー2番、風神雷神神から登場です。この子はスピードを500が超えてますので、先ほどよりヒット数は稼げると思います。代表選手外の方はひたすら縦貫し、 4P の位置をずらさないように心がけます。そしてこのケノンのね、いいとこ、これガイド合わせやすい、そうラックスキルがガイドなんですね。そうしっかりね、縦貫がしやすくなっています。さあ、風神雷神縦貫していくら一つを稼ぐことができるでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9人。なんと、落ちてが、スピードが緩和された状態と同じ状態ですね。さすがスピード型。500。高いです。続いて、ストライクショットを打っていきましょう。味方は先ほどと一緒。味方に触れると、触れた味方が、減速率が緩和されるということなんで、しっかり触れて、触れた状態が先ほど見せた、青がポコ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 と。こういった状態になります。これをびっくりマークの状態上の見てみると、まあ、特にね、なかったことはないんですよ。さあ、一つ見てください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。やばいね。2ヒットプラス11ヒットでした。続いて2段階目でもいっていきます。今回は、ヒルは入れて、これでね、SS ターンチャージさせた上で、なおかつ、ケロンに即必殺 L を食べさせていただく。これで、2段階目がね、すぐ打てる状況を作ります。で、先ほども言った減速率を緩和するストライクショットを今から打っていく。ドン！ストライクショットに決める！特に2段階目だから何か変わるってことはないんでしょうけど、さあ、ヒット数どれぐらい変わるかっていうのをちょっとね、見ていきたいと思います。さあ、ヒット数に注目！そして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11ということは、先ほどと減速率が緩和された状態と1段階目も2段階目も
一緒ということが分かりましたね。そうです。今回の減速率の1段階、2段階目の差っていうのは1周分分。1段階目は1周分。2段階目は2周継続する。それの差となっております。なので、1段階目だから2段階目よりよく減速率が緩和されるっていうわけではないので、その辺は要チェックです。エントリーナンバー3番、ギムレット、通称サラダ君の登場です。こちらはスピードが550を超えており、なおかつ貫通キャラなので、ちょっとね、反射キャラとどのように変わるかっていうところだけちょっと見ていこうかなと思います。代表選手外はひたすら先ほど、縦貫をしていきます。しっかり決めて、さあ次はギムレットの縦貫、どれぐらいヒット数、通常バージョンでまず見ていきましょう。どれぐらい回復、そしてヒット数を出すことができるか。5ヒットです。ヘロンの SS を打って一定時間減速を緩和していきましょう。あとは先ほども言った通りにこの後負けるだけするとボコボコ出てきます。で、代表選手会はちょっとね、邪魔しないようにね、逃げていきましょう。こっちから爆走してね、そう、ちょっとね、位置が右に寄っちゃったんですけど、まあ、条件はほぼ一緒だと思ってください。さあ、縦貫しっかりして、1、2、3、4、5、6、7、プラス2ヒットでした。いかがだったでしょうか。個人的にはケロンの一定時間の緩和、もうちょっと上がるんかなと思ったんですけど、全体を通して、だいたいプラス2ヒット、2ヒット増えてるようなイメージでしたね。で、もちろんね、元のスピードを持ってるキャラによってのヒット数、そこが変わってくると思うんですけど、このプラス2ヒットっていうのが、どれだけ影響を及ぼすかっていうのが、これがね、一番ね、皆さんご存知だと思うんですけど、ラウドラの究極なんですよね。そう、一定回数、こう、カンカンして、そしてバリアを割って、攻撃する、そしてダメージを出していくクエストにとっては、プラス2ヒットってかなり大きいんですよね。なので、こちら、ラウドラまだ究極、運極できてない方、ちょっとね、今回のガチャ、狙ってみてはいかがかなと思います。んで、性能的にもね、超 AGB の半ワープ。で、無属性耐性はおまけやと思ってもらって、まあ、ラウドラに関しては結構無属性の攻撃も来るから、かなりラウドラ特化となってます。かなりおすすめなので、で、他のクエストも結構使い勝手いいので、で、友情コンボもスピードアップに防御アップでしょ。サポート役かなり優秀なので、ぜひぜひね、このガチャ見逃さず、狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、今回は、ケロンアルファに関するお話でした。少しでもね、動画参考になったよって方は、高評価、チャンネル登録をお忘れなく、よろしくお願いします。以上、ケミでした。高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるっつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。